ルドビークス・ボボダルドビークス・ボボダは、チェコスロバキアの軍人、政治家、大統領、大将、チェコスロバキア社会主義共和国英雄、トシェビーチ近郊フロズナチーンの農民の家庭に生まれる。第一次世界大戦時、1915年に、オーストリア・ハンガリー帝国軍に招集され、ロシア戦線に送られた。チェコ人のグループを率いて、ロシア帝国軍に投降し、 1916年、チェコ軍団に入隊。1920年に帰国し、チェコスロバキア軍の将校となる。1931年から1934年、グラニーツァの軍事アカデミーで講師を務めた後、不評大隊長となる。ドイツ軍によるチェコスロバキア占領後、反ファシスト軍事組織に加わる。1939年夏にポーランドに出国して、 チェコスロバキア人部隊を編成するが、同年9月、ソ連に移る。第二次世界大戦中、1942年2月に、第一チェコスロバキア独立不評大隊の創設を発議し、1943年3月から戦闘に加わった。1943年、大隊は旅団に昇格し、キエフ、ベーラ、ツェエルコビ、ジャシコフで戦う。 1944年以降、第一チェコスロバキア軍団を率いて、赤軍と共に、ナチスドイツからチェコスロバキアを解放する。対戦中の功績から、戦後国防大臣に就任。1948年、チェコスロバキア共産党に入党し、国会議員に選出。1950年から1951年、政府副議長権国家体育。 スポーツ問題委員会議長。1955年から1959年、クレメント・ゴットバルト名称軍事アカデミー校長。1968年3月、辞任したアントニーン・ノボトニーに代わって、大統領に就任。アレクサンデル・ドゥプチェク、ヨゼフ・スムルコフスキー、オルドジフ・チェルニークと並んで、プラハの春を象徴する顔となった。 8月のワルシャワ条約機構軍の軍事介入に、際して、新相派による革命労の政権充立に断固として反対。直接モスクワに飛び、ソ連指導部と事態収集に当たった。ソ連邦英雄でもあるスボボダを、ソ連は最大級の歓迎に同活を交えつつ取り込もうとしたのに対し、スボボダは、逮捕、軟禁されたルプチェクたちの解放を、あくまで要求し、 実現した。その後、1973年に大統領に再選。1975年に病気辞任するまでその地位に止まったが、グスターフ・フサークが進める、正常化路線において、ほとんど影響力を持てなかった。1979年9月20日死去。ありがとうございます。